のフレッシュマンは阿蘇市三久保にあります株式会社阿蘇アグロスタイルさんから男性お二人に登場してもらいました。よろしくお願いします。お願いします。ではまず私のお隣の方からお名前と年齢を教えてください。はい、坂本優希です。年齢は27歳です。坂本さんはお住まいはどちらですか？まあ、自分は地元で内の巻になります。内の巻で、そしてもう一人お願いします。はい、脇添レオナです。年は26歳になります。はい、はい、住まいは内の巻ですね。内の巻、はい、お二人とももともと阿蘇市。そうです、そうです、はい、出身なんですね、はい、で年齢も近い。そうですね、そうです、はい、ということで、はい、お二人はどうしてこの阿蘇アグロスタイルさんは、まあ、農業を、ね、はい、中心にいろいろ法人として、はい、お米の生産とかされてますが、はい、きっかけは何だったんですか？自分の場合は、まあ、最初土いじりがしたいみたいな感じで、そしたらちょうど隣の脇添が入ってるんで、まあ、いろいろ、農農雇用とかいう制度も受けられるから、うん、ぜひ来てみないかみたいな話で自分も誘いに乗りました。あ、じゃあまずは。そうです、私ですね、はい、私が農業で身を立てたいと思って、この会社が農農雇用というですね、国の制度を使ってたんで、ぜひそれを受けて、はい、新規就農で、独立したいと考えて、今この会社で研修という形で働かせてもらってます。じゃあお二人ともいずれは、まあ、農業を志しているという。そうですね、ですね、はい、もうお二人働き始めてどれぐらいですか？はい、まず坂本自分が半年ちょっとぐらいになります。そして私はちょうど1年ぐらいですね、はい、どんなお仕事を普段されてるんですか？この会社自体は米麦大豆ですね、うん、穀物が基本になるんですけど、有機栽培で、アスパラ、ブルーベリー、里芋なども、うん、はい、育ってます、はい、お仕事どうですか？半年経って。そうですね、今、まあ、いろいろ初めてのことがたくさんあるので、うん、今のところ一日一日楽しくやってます。そうなんです ね、こうやって若い方が農業を志すというのは本当に地元の私にとっても嬉しいんですけれども、はい、ちょっとお二人とも笑顔が素敵なので、はい、いろいろプライベートなことも聞いていきたいんですが、結婚願望とかは？あ、そうですね、30超えるぐらいにはやっぱしたいですね、はい、自分もそれぐらいですかね、はい、じゃあ、まあ、あと 3,4 年。そうですね、そうですね、のうちにはですね。そうですね、はい、お嫁さん募集中ですか？そうですね、そうですね、はい、もうぜひちょっと声がちっちゃくなりましたけど大丈夫ですか？どんな人がタイプですか？そうですね、やっぱり一番は笑顔が素敵な人がいいですね。そして。そうですね、私はボーイッシュな子が好きですね。あ、はい、じゃあね、ぜひそんな方いらっしゃったら阿蘇アグロスタイルさんがねご一報ください。ではですね、まあ、そのタイプの人と、まあ、阿蘇でデートするならどこ行きましょうか？そうですね、自分は趣味がドライブなんで、うん、まあ、大観峰とかミルクロードをドライブするのもいいかなと。いいですね。自分はそうですね、自分もやっぱ阿蘇ですね、春夏秋冬景色が魅力的なところなので、できればドライブ大観峰などに、うん、はい、連れて行きたいですね、はい。では最後にお勤めの阿蘇アグロスタイルの、はい、PR をお願いします。お一人ずつ行きましょうか？分かりました、はい、じゃあまずどっちから行きましょう？な、自分から、はいはい、じゃあカメラに向かってお願いします。はい、株式会社阿蘇アグロスタイルは、米、麦、大豆、穀物をメインに育てている会社です。自社で販売とも行っており、インターネットで購入できます。もちろん消費者の口に入るものなので、責任、真心込めて作っております。本当よろしくお願いします。じゃあ、はい、最後はですね、はい、このコーナーちょっと決めポーズがあるんですけど、お二人右目ピースでフレッシュマンって元気にカメラに向かっていいですか？あ、声も出してるね。そうです、そうです、声張って、はい、お願いします。いいですか？はい、はい、今月のフレッシュマンは阿蘇市三久保にあります、株式会社阿蘇アグロスタイルのお二人ご紹介しました。いきますよ、せーの、フレッシュマン。さよなら。